ラジオイレブン。はい、始まりました。ラジオイレブンの富井咲人です。根尾です。はい、ということで、いやー良かったですね。いやいいですね。いや、やっぱサッカー最高ですよ、本当に。見てて気持ちがいい。はい、いやということで、アルビレックス新潟3対0勝利。おお、素晴らしい。いやー気持ちいい、本当にね。もうサッカー最高ですよ。最高です。最高、ね、なんかこうなんですかね、僕の気のせいか分かんないですけど、こう、はいはい、言い聞かせているかのような、なんか逆に不自然なんですけど、サッカー最高ですけど。いやいやいや、はい、サッカー最高ですよ、めちゃめちゃ楽しいですよ。はいはい、まさかね、そんな別に自分の応援してるクラブがダービーで負けたとか、そんなんはね、別にないんで、はい、なるほど。いやーね、悔しいね。いや悔しいね。いやけど、まあ、ガンバが負けたのはちょっと一旦置いといて、今日はもう、はい、やっぱ新潟、3日前ぐらいかな、アップロードされた動画で、新潟対この横浜 FC のプレビューも撮っていたんで、はいはい、なのでそちらもぜひ聞いていただいた上で、まあ、試合も見た上でこのレビューを聞いていただけると多分より楽しめると思うんで、そちらの方もチェックしていただきたいなというふうには思うんですけど、ぜひ。はい、今日はあれですね、本間志音選手じゃないんですね。あー違います、今日は瀬尾です。あ、今日は瀬尾、はい、使い分けれるんですね、そこは。そうですね、まあ、あの日は、まあ、本間志音選手に似た瀬尾、まあ、瀬尾と見せかけた本間志音選手、まあ、よくわかんないですけど。いや今もうかまいたちさんの漫才みたいになってました。もう今日はまあ瀬尾です。今日は瀬尾ですね。声は似てるかもしれないですけど、はいはいはい、瀬尾です。いやだからほんまに僕らからしたらね、何が似てるんやろっていう、あんま分かんないっていうか、そんなに本間志音選手の声もね、そんなじっくり聞いたわけではないんで、聞いたことあるわけではないんで、っていうのもありますけど、いやね、かなりコメントでもうマイ動画、マイ新潟の動画来るというね、すごい現象が起こってますけど、はいね、まあ、またちょっとモノマネ企画みたいなもんね、まあ、前回プレビューでふざけてやってましたけど、はい、なんかね、もうちょい しっかり作り込んだ本間志音選手やりたいですよね。なんか逆にそこまでいくと似なさそうなのが怖いですけど、逆にね、あれなんか違うなって気づかれそうで。いやね、ちょっとそんなんもね見てみたいとは思いますけど、はい、まあまあまあ、はい、そんなんは一旦置いといて、まあ、今日は3対0で勝った横浜 FC 戦を、うん、まあ、ちょっと振り返りながら、まあ、結構戦術的な部分とかも踏まえて、はい、あとはちょっと、ここまで出場機会が少なかった選手がいきなりね大活躍っていうのもあったんで、うん、そんな選手たちも振り返りながら話していけたらなというふうには思います。はい、はい、ということでやっていきましょう。聞いてるあなたを観客から監督に、今日もサッカー指導者そしてお笑い芸人がサッカーを深く面白く伝えていきます。はい、ということで、いやまあ本当に大きな大きな勝利ということで、はい、もう J2 でいうと本当にまあ3位以上と4位以下が結構ね、もう勝ち点差何ポイントやったの、今日10ポイント近く多分もう離れてるのかな、8ポイントぐらいかな、うん、はい、離れてるっていう状況で、なので、まあ、この1位2位3位でどこのクラブが1位2位に入るのか、まあ、3位以下だとプレーオフだと思うんで、なのでそこはすごい大事で、で今1位2位3位にいるのが仙台、はい、新潟、横浜 FC っていうこの3クラブだと思うんで、なのでこの3クラブのうちの2つが直接対決ということで、はいはい、まあ、なんとしても勝ち点3、まあ、最低でもまあ勝ち点1かな、まあ、けど勝ち点3取れるに越したことはないみたいな、多分そんなゲームだったと思うんですけど、うん、まあ、終わってみれば3対0で快勝ということで、新潟が、はい、いやね、本当に大きな勝利だったなというふうには思うんですけど、うん、どうですか、まあけどやっぱりこのゲームもほとんど、まあ、立ち上がりでかなりゲームが決まったなというふうには多分、まあ、誰が見てても思う部分はあると思うんですけど、うんうん、はい、どうでした、立ち上がりのところら辺を見ていて。そうですね、もうほんまにファーストプレーで、はい、いきなり先手取って、うん、まあ、そこから、まあ、横浜 FC の選手も少し慌てたのか、はいはい、試合を通してこう相手ディフェンスラインから中盤へのパスっていうのを、はい、新潟の選手が
よくカットするシーンが多かったので、うん、そうですね、まあ、そこはやっぱり立ち上がりで決め切ったっていうのはかなり大きいんじゃないかなとは思います。そうですね、本当にもう電光石火という感じというか、うん、何なんですかね。いや、なんか横浜 FC もやっぱりシーズン序盤からかなり調子が良くて、まあ、最近ねちょっと勝ち点落とす機会は増えてますけど、はいはい、やっぱり選手層の厚さであったりとか、ね、しっかりしてる、戦術的にもかなり上積みというか、まあ、新監督になってかなり変化のある部分で、うん、こうやってねやっぱ3対0で敗北ということで、まあ、かなりダメージもでかいのかなと思いますけど、逆に新潟はよく、ね、立ち上がりから2点放り込ん でしかも後半の得点のタイミングもすごい良かったなというか、うん、多分横浜 FC からしたら2対0で、ね、負けてる状況でハーフタイムでじゃあ修正しようとみたいな、はいはい、ハーフタイム修正してこれをまあひっくり返すもしくは同点にするみたいなところで入ってすぐに、3点目ダメ押しのゴールを食らうっていう形になったんで、うん、なので横浜 FC からすると相当嫌なタイミング、逆に新潟からすると相当、ね、美味しいタイミングでゴールを奪えたんかなって思って、うんうん、なんかその辺の、ね、うん、試合運びであったりとか、まあ、もちろんそういう時間帯入る時間帯っていうのは多分運の要素もあるとは思うんですけど、なんかそういったものが全て味方したのかなっていう風には思いますけど、うん、けどやっぱり、ね、このゲームで言うとあの選手小見選手、はいはいはい、相当ねやってくれたなっていう、うん、2ゴールプラスアシストではないかけど、まあもうほぼアシストみたいな、そうですね、はい、シュートのこぼれ球を、はいはい、水戸選手かがプッシュしてって感じなんで、うん、なのでまあほぼアシストみたいなシュートを打ってみたいな、2ゴールに絡む2ゴール 3点か3点に絡む活躍をしましたけど、どうでしたか。いやー、何ですかね、ゴール前でもしっかり相手見て顔合わせますし、はい、うん、まあ、もちろんスピードある中でしっかり正確にシュートも打てるんで、うん、やっぱそういう意味では今日の何ですかね、こうショートカウンターというか、はいはい、高い位置でボールを奪って素早くゴールに攻め込むっていうシーンが増えた中で、こう自分の持ち味を遺憾なく発揮してたなっていう感じですね。いや、コデの推進力はちょっとね、うん、すごいですよね、この選手。なんかこう物が違うって言ったらなんか他の選手とまたあれですけど、うんうんうん、なんかねこう目を引くものがありますよね、うん、なんか、うん、ドリブラーとかで例えば相手を抜いた後に相手のディフェンスの前に入っていかないといけないじゃないですか、うんうん、そうじゃないとまた追いつかれたりする可能性があるんで、はい、前に入っていくと思うんですけど、なんかその入っていき方もただスピードで置いていって前に入るタイプもいれば、なんかフィジカルでゴリッと入っていくみたいなタイプもいるとは思うんですけど、うん、なんかその両方できるというか、うん、なんかゴリッともしてるし、ただ別に荒々しすぎるわけでもなく、はいはい、なんかそこのうーんめっちゃ柔軟かって言われたら そういうタイプでもないとは思うんですけど、うん、ただなんかそこのうーんまあ駆け引きであったりとか体の使い方ボディバランスみたいなのがすごい、はいはい、いい選手なんかなっていうのは見てて思いましたね。ルイス・スアレスっぽさが、ね、ああなるほど、確かに、はいはいはい、いやそうですね、精味もあって、はいはいはい、洗練されてるというか、うん、いいストライカーって感じですね。なんかフィジカル面もなんか日本人っぽくないなっていういい意味で、うん、なのでね、いやーけどラビーダから出てきましたねこれ、いやーすごいですね、なんか、はい、すごい話それちゃいそうですけどいや、こっちの方が話したいなんかねまあまあ説明すると、ラビーダから翔平っていうね、はい、そうそうですね、翔平高校っていうまあ強豪校ですね、強豪校の、はいはい、まあ下部組織的な、うんうん、翔平高校のまあ系列の町クラブとしてラビーダっていうのがあって、まあそこのまあエスカレーターを上がってきた選手ということで、いやどうですかこのついに出てきたなという感じですけど、うん、いやでもまあこれからねどんどん出てくるんでしょうねこういう選手が。うん、いやだって相当ねラビーダ強いですもんね、もう、うん、こっからが本番みたいな噂もありますからね。いやそうですね、だって今もう中学生とかねやっぱ大きい大会とかやと全然全国の
最低でもほんまにベスト4とかに上がってくるような感じの、うんうん、だ J クラブのねアカデミーとかがいっぱいいる中でそこをなぎ倒して勝ってくるんで、うん、だそのね、その中で出てきた、まあ、まず出てきたコミ選手ということで、はい、いや末恐ろしい、まあ、シュートまでの流れもすごい上手いですし、うん、で若い、うん、パリ五輪もねちょっと見据えてるというか、ほんまや、そうですよね、だから相当パリ五輪世代のこの2列目のアタッカー多いなとは思いますけど、うん、ね、その中でもかなり筆頭になってくる可能性ありそうです。はいはい、っていった感じで、まあ、他にもちょっと喋りたい選手いるんですけど、まあちょっとまあ試合の流れをちょっと追いながら話していけたらなというふうには思うんですけど、いやまあ僕は一番やっぱりちょっとねこの撮る前に共有瀬尾くんにも話してたんですけど、はいはい、あの26分のビルドアップ、うん、出ました26分、はい、あのぜひともね、このラジオイレブン一回止めてでもいいんで、もう一回ダゾーン開いて、うん、26分までスキップして、前半20分ですね、そこまでスキップして、はい、ビルドアップのシーンを見てほしいんですけど、まあ、結果的にはねあのゴールにはつながらなかったんですけど、うん、まあ最後シュートまではいってっていう、で本当にビルドアップから綺麗に相手のゴール前まで押し込んでっていう形でしたけど、どうでしたか、はい、このシーン、はい、いやー、まあ、まあしっかりこう綺麗に剥がせてるっていうのもありますし、はいはいはい、まあ、もちろんこう配置的なものもあるんですけど、うん、まあ、2回ぐらいこう奪われそうになる瞬間があるんですよね。いはい、そうですね、はい、その、まあ、1回目が多分伊藤選手でこう後ろに下がりながらボールキープして、うん、まあ、バックパスでボール逃がすっていうシーンと、はいはい、あとはコウ選手の、ターンかな、うんうんうん、相手とボールの間に体入れて、うん、ターンしたっていうシーンがあって、そうですね、まあ、体ぶつかり合うような、はい、チームとしてのこう戦術的な動きに加えて、まあ、そういう選手個人の、うん、まあ、力量というか、はい、そこもあるんで、なんていうんですかね、うん、取りどころがないというか、はい、せっかくチームとして追い込んでも個人で剥がされるっていう、うん、そういうしんどさが今の新潟には備わってるんで、相手からしたらすんごい嫌やろなっていう、いやー、ふうには思います。いやほんまにもう見ててね、もうすごい気持ちいいなっていうシーンだったんで、うん、ちょっと話したいなというふうに思ったんですけど、いやまずその見てて思ったのが、その2列目の選手の、まあ、なんか落ちてボールを受けに来るタイミング、うん、これがなんかすごいなって思って、で今やとちょっと高木選手がね離脱していますけど、はい、いやっていうか高木選手いなくてこの強さってやばないっていう、うん、そうそうね、それがあるんですけど、でもこう、うん、だいぶ核となりそうな選手ですけど、うん、いやそうなんですよね、そんな選手が、うん、っていうかもう新潟の、まあもう今や顔と言ってもおかしくないような、うんうん、そのレベルの活躍をしている選手が不在でね、それでもけど強いっていうのがまあ恐ろしいんですけど、ただそ あの強い要因の一つとしてはこの2列目から、まあ、もちろんこの2列目の選手、特にトップ下の選手って相手の、まあ、ライン間と呼ばれるようなスペース、相手の中盤のラインとディフェンスラインの間ぐらいにいることが多いんですけど、ただ例えばボールホルダーの選手とかが、プレッシャーを受けてる時とかにスッと落ちてきて、うん、で受けて、例えばセンターバックがボール持ってる時に受けて逆のセンターバック、もう一人フリーの方にパスを出すとか、なんかそういうシーンが多くて、こう新潟はでその落ちてくるタイミングがすごい上手い、この伊藤亮太郎選手、うん、はい、で26分のシーンなんかでもやっぱそういう感じで、ちょっと下がってボール受けたりとかっていうのが絶妙に良かったなと思って、でそうやって、瀬尾くんの言ってたみたいに、まあ、かなり失いそうな場面を何回かかいくぐった中で、うん、ロングフィードで幅を取ってた、うん、水戸選手かな、あの時は、はい、に入ってっていう感じで、いやすごいね気持ちがいいというか、うんうん、新潟が今シーズンやってるウィングは幅取ってみたいな、そういうところの機能性も出たし、ボール失いそうな時にあえて逃がすようなプレーっていうのも出たし、うん、でその中で縦パスを入れるプレーであったりとか、スペースいるべき場所を見つけて立つ、でコウ選手もね基本、まあ、新潟だと
まあ、アンカーみたいなポジションで結構、まあ、動かない真ん中で動かないことが多いですけど、うんうん、あのタイミングのに関して言うと相手のポジションとか見て、サイドバックとセンターバックの間、左のサイドバックと左のセンターバックの間まで落ちてボールを受けたりとかっていう、なんかもうそこがもう決まり事もありつつ、なんかそれをあえて破るというか、なんか原則にのっとった上で破ってるというか、なんかそれがすごい洗練されてるなというか、上積みを感じるなっていう昨シーズンからの、はい、っていうのをすごい感じて、いや良かったですよ、あのシーン。いいですね。もうあのキーパーからね、ゴールでフリーの選手に渡った時はね、はい、もうなんか変な声出ましたけど。どんな声変な声出たんですか。っていう。ああ、なるほどね、はいはいはい。ここでフリーになるみたいな。はいはいはい。まあ、いやそうなんですよ。シーンを見るためになんかサッカーの試合見てるみたいなとこまであるんで。ああ、確かに。いやね、よく僕送られてくるんでね、あの、瀬尾くん、そういう変な、変態シーンを切り取った映像をね、よく LINE で送ってくるんですよ、瀬尾くんは。いやあのシーンは良かったですね。いやあ、良かったですよね。なんかもう、ああいうのね。だ僕も逆に、あんまりこの何分とか取り上げることはあんまないですけど、やっぱ瀬尾くんと二人で撮るっていうので、まあ、しっかりそこをね、ピックアップして話せたらなと思って。今日なんか本当に新潟のいいサッカーができてるっていうのがすごい、表面的に現れたシーンなんかなって思ってちょっと話していきました、うん、はい、はい、でそうですよ、他で言うとまああとは甲選手はまあ今も話しましたけど、やっぱり僕の中ではうんすごいいい選手だなっていう、うん、まあ、ここ最近あんま話せてなかったんでちょっと話していきたいなというふうに思うんですけど、なんかやっぱ芯がね太くなったというか、うんうん、フィジカル的にもなんかすごいどっしりしたなっていう印象で、でなかなかねやっぱりああいう日本人で、まあアンカー対まあ2ボランチでやってますけど新潟けど、なんかアンカーでも全然プレーできそうな感じの選手ってそこまで多く出てこないんで、うん、はい、なのでいやすごいいいなと思うんですけど、どうですか。まあさっきの話もそうですし、まあ、この試合も通して、うん、やっぱりこう新潟の、まあ、ボール回しというかポゼッションっていうのはやっぱり甲選手中心に回ってると思いますし、はい、やっぱそこら辺がこう昨シーズンから継続して試合に出ることで、うん、今シーズンはより一層なんですかね、ワンランク上の選手になったというか、うんうんうん、よりチームの核になってるのかなっていうふうには思います。そうですね、なんかまあ出場機会がちょっとね、ただ島田選手とかもいるんで、うんうん、出ないゲームとかもたまにあったりしましたが、やっぱ出たら活躍するなっていう。そうですね。でまあ甲選手と組んでたのは今日は星選手だったんですけど、うん、星選手のボランチもねあんまり僕あの印象がなかったんですけど、はい、いやいいですね、やっぱ2列目っていうか、うん、相手のまあディフェンスラインの背後に抜け出すような動きもしたりしますし、でそういったところはやっぱ技術が単純に高いんで、うんうん、ボールを失わなかったりとかっていう、すごいいいですよねこの選手。そうですね、まあ星選手と甲選手のコンビってなると、うん、やっぱり、まあ、星選手はもともとサイドとかでもプレーする選手なんで、はい、こうより一個星選手が一個高い位置取って、うんうんうん、甲選手が真ん中アンカーっぽいポジション取るっていう、うん、この配置的なバランスも結構役割と合ってて、はい、よかったですね。いやだからかなりねボランチもいいですし、いやもうどんどんねいい選手が出てくるなっていう、うん、いやね、で谷口選手はちょっとまあ最近得点も奪えてなくて、で今節もねまあ勝ちましたけど谷口選手自身のゴールはなかったっていうことなんですけど、うん、まあ、戦術的に見ると本当にまあしっかりビルドアップ新潟していく中で、はい、相手のディフェンスライン背後にスペースがあった時にはやっぱこの選手が抜け出したりとか、あとはポストプレー的に収めたりとかっていうのが、まあ、かなりやっぱ効いてますし、あとはディフェンスラインが押し下がった時にはこの選手が相手のディフェンスラインの手前からちょっとカットインして振り抜くみたいなシーンもあったんで、やっぱそれによって相手はディフェンスライン押し上げたりしないといけなくなると思うんで、そうしたらまた別のスペースが空いてっていう、すごいねそういう循環にもなってくると思うんで、なんか僕は見ててそんなに点が取れてないのが悲観するべきことではないなというか、やっぱフォワードって結構1点入ったらポンポンポンって入ったりするじゃないですか、うんうん、
で不調な選手とかだとなかなか厳しいと思うんですけど、そんなに体のキレが悪いとかなんかそんな風には全然見えなかったので、僕個人的には、はい、だから全然1点入れば入るんじゃないかなっていう。でその1点入るまでは他の選手がね頑張って多分点取っていけば勝ち点3は拾い続けられると思うんで、うん、なのでやっぱ小見選手みたいなやっぱしっかりゴール決めてくれる選手が出てきてくれたっていうのはかなり新潟としては大きいのかなっていうのも同時に思ったというか、うん、いいですね、はい、っていう感じですよね。で水戸選手もサイドですごい開いて仕掛けてましたし、まあ本間志音選手もね、うんうん、途中から出てきましたけどやっぱ上手いですし、はい、まあ、だからそうですね、うん、まあ、これから、まあ、スプリントのね部分がねやっぱり相手抜くのはうまいんで、その抜いた後どうするかっていう部分がより成長するとね本当に化けるんじゃないかなっていう風には見てて思いましたね、うんうん、はい、っていうかまあ交代出てくる選手がせこいだなっていう。鈴木選手も復帰しましたし松田選手とかも出てきますからね。ああ。いやー強烈ですよ。でセンターバック早川選手出てきてっていう。センターバック盤石すぎませんか、うん、この千葉選手マイケル・ジェームス選手ね。うん、いや なんかマイケル・ジェームス選手とか特に何ですか、左足も蹴れるじゃないですか。いやそうなんですよ、そうなんですけど、いやそうなんですよ、 なんかもうそのマイケル・ジェームス選手にこう寄せてる相手選手はどっち切ったらいいのみたいな、うん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 、なってて、そうっすよ、これはボール取られへんなっていう、うん、見てて安心感がすごいというか、そうなんですよ、ね、いや利き足じゃない方で縦パスつけんのって多分サッカーしたことある人なら分かると思うんですけど、うん、結構怖いですよね、怖いいやなんかねだいぶ精度が必要というかパススピードもですし、はい、うん、ちょっとでもずれたらとか、あとはなんかその多少なんかその足元から離れたボールでも利き足ならうまく引っ掛けて蹴れるボールもなんか利き足じゃない方やと、うんうんうん、ちょっとなんかその離れたボール蹴るのに抵抗があったりとか、ね、ちょっとあるじゃないですか、うん、になっちゃうというか、うん、なんかそこをね、うん、なんかいとも簡単にこなしてるのがやっぱビルドアップを支えてるなっていう、うん、見てて感じましたね。いやっていう感じで、いや本当に見事な勝利ということで、逆に横浜 FC からすると、うん、まあかなりね重たい相手にね、うん、勝ち点3を譲るということで、うん、まあけどやっぱ新潟がねうまく相手の、まあ、結構今シーズン横浜 FC はハイプレスを敷いたりしてたんで、そういうところも、はいはい、まあうまく逆手に取りながらビルドアップしつつ、うん、前線に押し込みつつっていう展開にできたのかなっていうふうには見てて思いましたし、あとは守備もねしっかり 4-4-2 気味で守ってっていう、うん、で縦パス入ってもセンターバックサイドバックがそのタイミングしっかり出て潰しに行くっていうのがかなり、はいはい、うん、結構もうそれ狙ってたなっていう、うん、だいぶ狙ってる強さやなっていう感じでバチンって当たって潰しに行ってたんで、なんかこう開始早々点取れたっていうのももちろんありますけど、うん、はい、それ以上に多分ゲームプランとして、うんうんうん、もしかしたらもう最初からハマってたのかもしれないですね、この試合は。そうですね、だからまあ、上手に、はい、その辺でねゲームプランとかも含めてすごい良かったなと思って、うん、いや今後ね J2 もちょっといろいろ見ていけたらなというふうに思うんですけど、まあ本当にここ序盤で、まあ、序盤、まあ、もう中盤に差し掛かるタイミングだと思うんですけど、ここでかなり大きな勝ち点3を取れたということで、はい、おめでとうございます。おめでとうございます、はい、でなんかこのタイミングで言うのもなんかおかしいんですけど、ちょっと言うの忘れてたんで、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします、ね、もうちょっと終盤滑り込んできましたけど、いやちょっと本当にね、新潟だってこれ多分3本連続になってるのか、その動画出す順番がちょっと分かんないんであれですけど、多分連続とかもう結構な頻度で上がってると思うんで、で今後も上げていけたらなというふうには、はい、思うんで、ぜひともよろしくお願いします。お願いします。はい、ということで終わりましょう。はい、エンディングです。ラジオイレブンはツイッター、インスタグラムやってるので、ぜひ、フォローよろしくお願いします。お願いします。いやインスタがねちょっとまあ別の動画でも多分話すと思うんですけど、ちょっとねリニューアルして、
吉木社長、今日はいないですけど吉木社長がメインでちょっと上げていこうかなというふうに思ってるんで、でまあ新潟に関するものもちょっと上がるかは分かんないですけど、今後吉木社長が上げていくんで、なのでまあけどまあ気になった方はぜひともフォローよろしくお願いします。お願いします。それからまあツイッターも実はまあラジオイレブンのツイッターアカウントもありますし、それからまあ実はこっそりあのメンバーの特に富士崎と吉木社長は結構ちゃんとがっつり動かしているんで、ぜひともそうですね、ツイッターアカウントのフォローもよろしくお願いします。お願いします。はい、っていった感じでやっていきましたけど、はい、いやー J2 ねなかなか混沌としてきているというか、うん、でもまだあれですよね、その解任される監督とかは多分いないですよね。そうですね、まだ、はい、J3 よね、相模原がありましたけど、はいはい、まだ解任はまだじゃないですかね。そうですよね、昨シーズンなんかすごかったですもんね、だって、うん、すごいねシビアな世界というか、はい、まあ、J1 も含めてですけど、そうです、まあ、けどただまだ今シーズンはないと思うので、うん、いやー本当にまあどこも頑張ってほしいですけど、うん、そうですね、けどやっぱ新潟の何がすごいってやっぱサポーター多いですよね。そうですね、うん、すごいですよね、どこにいるんですかね、その新潟だけじゃないような気もするぐらい、あ、新潟県内だけじゃない気がするぐらいサポーターが多いというか、うん、すごいパワーがあるなっていう、はいはい、うん、で6月からあれですかね、声出し応援もありなんですかね確か、あ、だからその辺のね歓声とかもなんかね聞きたいですし、実際ね、うんうん、いろんなスタジアム僕らも行きたいなとも思ってるんで、その辺もねすごい楽しみですよね。そうですね、声出しか、うん、めっちゃ久々ですよね。そうなんだ、いややっとなんかスタジアムが戻ってきたっていう、うん、どの程度緩和されるか分かんないですけど、まあまあまあ、まあ、徐々にです、ね、徐々に、けどこれ不思議ですね、海外とかやとなんか無観客かもう何でもありかみたいな感じだけど、うんうん、日本は声出しなしのね太鼓鳴り物だけみたいな感じで観客を入れるっていうのが、うんうん、不思議ではありますけど、はい、うん、その分半額にしてくれよとか言い出したくなってしまう方もいるかもしれないですけど、方もいるかもしれないまあ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 、やけど日常が戻ってきそうということで、ちょっとその辺も楽しみにしながら、はい、楽しみですね、応援していきましょう。はいはい、っていった感じで今回は終わります。ここまでのお相手は富崎とさようでした。バイバイ。バイバイ。